スノーマン・ラウール、事務所主催の成人式見送りに言及、今年はなしという判断になった。スノーマンのラウールが8日、自身のインスタグラムにて生配信を実施。事務所主催の成人式が今年は開催されないことについて語った。ラウール、一人成人式、開催昨年、事務所主催の成人式が17年ぶりに復活したことが話題となったが、今年は開催しないため、一人成人式、としてインスタライブを行ったラウール、袴にしようかな、スーツにしようかな、と言いつつ、白いニットスタイルで画面に現れたラウールは、僕の成人式です。いないんじゃないかな、この時間にぼっちで成人式したことある人って、と初の試みとなる、一人成人式、の開催を喜んだ。